これはですね、最初は冒頭で、コメントを申し上げます。会場を法人再開に行ったためにコメントをいたします。後ほどご質問があるときには事実関係をですね、担当の副市長部長がおりますので、事実関係はこの辺までご説明させていただきます。まずは私の、コメントを申し上げます。本日辺野古会場において大型クレーン船から汚濁防止膜固定用のコンクリートブロック投入が開始されたことについては、マスコミ報道や職員による現地確認の報告を受けております。県としては事前協議が整った後でなければ工事への着手は認められないことから、工事を停止し事前協議を行っていただくよう求めているところであります。また汚濁防止膜の敷設については昨日沖縄防衛局に対して紹介するとともに、コンクリートブロックを投入しないよう求めたところであります。それにもかかわらず海上工事を強行して進めていることはまだ遺憾であります。このような中、県としては本日沖縄防衛局に対しコンクリートブロックの投入を直ちに中止し、2月13日までに汚濁防止膜敷設計画に係る資料の提出を求める文書を改めて発出をいたします。このまま日米両政府が工事を強行するのであれば、これに反対する県民の感情的な高まりが米軍全体への抗議に変わり、在沖米軍基地の運用は難しくなるであろうことは容易に想像され、ひいては日米安全保障体制に大きな禍根を残す事態を招くではないかと危惧しております。多くの県民の負担を受けた知事として、私は今後とも辺野古に新基地は作らせないとの公約実現に向け、不退転の決意で取り組んでまいります。以上、私からのコメントであります。それでは、一つずつにしてちょうだい。まず、今おっしゃっていただいたことですけれども、県が反対する中で、海上工事着手と今日のブロック投入がありましたけれども、改めて今のお気持ちとして、先ほどコメントにも申し上げましたとおりですね、そういうことはしないよということを強く申し上げているわけでありますが、ある意味で、事前に協議会もですね、なかなか実質を伴わない中で、このような協議が行われたことに関しまして、大変私からすると、激動でですね、誤解であります。工事を止めるということを自民党に言われていると思うんですけれども、具体的にどのような手法で政府と対峙しているのか。これはいろんな場所で、こういう形で質問を受けたんですが、時期、そしてその今後、大変法律的にも政治的にも、それから機関的な意味でですね、微妙な問題を解決しています。今日まであらゆる手法でという話をしたさせてもらっておりますけれども、そういった趣旨に乗っ取ってですね、引き続きと重要な対応をしていただきたいと思います。関連してなんですけれども、どうですか、新参加の方でこういったブロック投入は一旦の出て説明を求めて旧主者が新商品をされていたと思います。さあ、はい、これは事実関係ですので、部長から説明をさせて、山本様が政治的な意味合いで進んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。農林水産部長の島出です。今回、平成29年2月3日付で、沖防庁第451号により、沖縄防衛局の部長から、回答がありました、汚濁防止膜、設用コンクリートブロックについては、すべて15トン未満の
在の条文については現在内容精査中でありますが、そもそも許可後に県に協議することなく申請内容にかかる計画が変更されるということは、まあ、許可制度上ありえないことであるというふうに思っております。まあ、現在沖縄防衛局に詳細な説明を求めているところでありますが、まあ、当該変更ポイントと合わせて適切な対応を行っています。内容がですね、我々が求めていたような内容と、まあ、ちょっと違っているというようなところがありましたので、まあ、その辺についてですね、少し具体的に今後の検討を政策に引き続きしていきたいと思います。精査中ということで 100% の説明を受けていませんが、あらあらの説明を聞きましたですね、やはり私どもが求めている内容が違うとこういうふうには認識しておりますが、これはもうちょっと精査をするためにですね、しっかりと考えていただきたいと思います。多分何回から最後の事実関係ではですね、
防衛局へのご意見についてはですね、昨日、昨日沖縄防衛局に説明を求めました、お宅防止幕施設計画の変更行為に関する説明要求に関して、本日朝8時35分に沖縄防衛局担当者が回答文書を出産されました。本件については当初許可した時点から、県に表示などをすることなく、その計画が変更されていることについて、許可制度上を設定する必要ではないということを示す上で、十分な説明を求めたものでありましたが、沖縄防衛局からは、特許使用書の内容は最終的な計画を示したものではない、旨などの回答がありました。特許使用書は社会通念上、実際の成功を前提とした受注業者との契約に用いられるものであり、とても納得できるような説明でないことから、今後にブロックの設置を中止して、合理的な説明をして、説明していただくことを改めて、文書を発出させていただきます。石井さんか。はい。まあ、その意味で、この政府のやり取りというのは、大変慎重を期すので、内容との精査というのは欠かせません。ですから、今、部長から説明があったように、その前のものが成績であるということ、そして今、発出したですね、ものからの内容とですね、しっかり見極めて、その種類ですね、考え方をですね、しっかりと確認しながら、で改めて、記事すみません、時事通信の平原です。先ほど質問の応答の中で工事を止める具体策のところで、法律的にも政治的にも機関的にも重要な問題を抱えているということをおっしゃっていましたが、知事としては工事を止めるのは難しいと考えているのか、それとも止められると考えているのか、お考えですか。ただ基本的にあらゆる手法を進めていくわけですから、止める方向性で一つ一つ考えていくと思います。私のように言うと直接関係ないんですけれども、安定してヘリの計画の時にですね、こういう事故があった時に米軍の時にちょっと県で協議する場を行ってほしいとおっしゃってましたけど、まあ、2月中にも話しちゃったので、これいつ頃やるかですか。はい、恐縮ですが、訪米をして迎えてくれて、どんな問題を自分方の方で、私の思いをですね、取りまとめているというのは知ってますので、そういった中で改めてですね、そういった要求といいますか、要請といいますか、こういったことはさせていただきたいなと思います。さて状況されますけど、その時は、その時もその時なりのまた要請がありますので、よく知事会でもできる、そこに出席をして。それに比べると、後輩の申し上げているのが、すみません、処方の件でですね、撤回という、埋め立て承認の撤回を求める、まあ、早期に撤回をという声が非常に、まあ、大きくなってますけれども、そこの、まあ、お考えとですね、まあ、今回のこの積み重ねている、こう発出している、こういう重ねが、まあ、そこの撤回につながっていくという、そこを視野に置いておられるのかということをお伺いしたいです。まあ、撤回を視野に入れているというのは、ですから先ほど法律的、政治的、機関的といろんな話をさせていただきましたが、別に撤回に限らず、それ以外のものも含めてですね、いろいろ一つ一つですね、信頼を考えながら、やっていきたいなというふうに思っています。今、スピード的には、今の県ですね、やり取りしないと、今の県ですけど、今ですね、政府、例えば首相が入っているのは、政治レベルで全部含めてですね、いや、もういつもそういう気持ちを持っているんですが、日程調整ですね、この辺は本当に簡単ではなくて、私自身も、まあ、基地問題が中心とはいえ、それ以外の課題もたくさんありますので、そういったような形での時間、あるいはまた、会合にも、例えば市町村の振興会議なんかに出席するか、いけませんし、
こういったことと関連すると、あさってぐらいからよろしくなるというようなことは、向こう側もダメでしょうし、こっち側もダメだと思うので、その辺は調整をしながら、できるだけ、しっかりと要請をですね、できるようにしたいと思います。例えば、明日も、作っている要請ありますが、付け加えて2つ、3つ、5つもというわけになるので、これを決めてるので、このようなところを、ご提供したいなと思います。お時間ですので、それではありがとうございました。